アコースティックギターは発言楽器であるギターのうち、より古典的な楽器から直接音声を得るものを指す。ピックアップを備え電気信号を出力するエレキギターに対して、旧来のギターを区別するためのレトロニムである。競技ではフォークギターのことを指し、こちらの方が一般的な用法である。標準で6本の弦を持ち。 指先と爪を使って弾くフィンガーピッキング、あるいはピックでは、ジクピック双方で演奏される。弦の振動及び音波は、楽器本体及び本体内の空洞の共鳴を経て、奏者や聴客の耳へ届く。アコースティックギター信号変換や、電気増幅を伴わないことから、生ギターと呼ばれることがある。アコギという略称で呼ばれることも多い。年代後半から、 アンプラグドという言葉も使われ出した。講義にはクラシックギターも含むが、クラシックでは原則電子楽器を用いないのでこのジャンル内ではアコースティックという言葉を楽器名に用いることはない。ポピュラー音楽ではフォークギターとほぼ同義で用いられる。クラシックギターとフォークギターの区別がつかない人も多く、両者の総称としても扱われているが、結果的には 正しい講義の意味になっている。アコースティックギターには、バリトンギターや、テナーギターといった特殊な音域を持つものや、12、弦ギターをはじめとする、復弦ギターなどのバリエーションがある。かつては、クラシックやジャズ、ブルースにも使われていて、19世紀末には、スチール弦を張ったものが製品化されていた。しかしながら、音を、電気増幅する、エレキギターにとって変わられてきた。 電気増幅楽器が主流となった以降もアコースティック楽器の音質やそれらを特徴づけたサウンドが回帰的な意味で求められ各国で幾度かのブームが到来した近年の日本においては各地でのストリートミュージシャンの台頭が音楽価値観の多様化からすればブームと呼んでも良い状態と言えるアコースティックギターの音を増幅する手段として以前は 実際の音をマイクで集音し電気増幅していた。次にエンドピン部分やサウンドホールに専用ピックアップを取り付け、音を増幅していた。次の段階でサウンドホールをゴムなどで完全に塞ぎ、内部にピックアップを取り付けた携帯のものも特殊ではあるが登場した。近年はエレクトリックアコースティックギター略称でエレアコと呼ばれるギターがユーザーを増やしている。 アコースティックギターの内部にマイクロフォンに近い専用ピックアップと簡単な回路を内蔵するもので各種のアンプや覚醒装置、PA に接続でき大音量が得られる。また電気増幅の手段を利用しない場合通常のアコースティックギターとして使用できる。エレクトリックギターと違いアコースティックギターの音色がそのまま出力される電気増幅機能付のアコースティックギターである。 大きな会場でコンサートを行うミュージシャン、ロックバンドなどに徴用されている。純粋なエレクトリックギターに比べて構造上ハウリングが起こりやすいため状況によりギターの共鳴振動をある程度抑制して制作あるいは使用される場合がある。なお、エレクトリックギターにもフルアコースティックギター、セミアコースティックギターと呼ばれる種類が存在するが、これらは エレアコとは別のものである。詳細はエレクトリックギター種類を参照。エレキギターの形態で内部のスプリングや鉄線などの振動音を拾ったり、ギターシンセサイザーやエレキギター用のエフェクターでアコースティックギターを再現する技術も増え続けている。ハウリングなどに悩まされない一方、シミュレータの息を出ないという意見も多い。ありがとうございます。